どうも、いこいです。今回は大人の事情で消えたハロプロのキャラクターについて紹介したいと思います。まずはこちら、アヤンキー、松浦綾とサンリオのコラボキャラクター。2003年頃から商品展開され、小学生を中心に大ヒット。文房具を使っていた方も多いのではないでしょうか。しかし契約上の関係か、いつの間にか消えてしまいます。その後もサンリオとの関係は良好で、2012年にはシナモロールとのコラボ、最優差を発表し、現在までグッズを展開。2018年には娘とガオッキーのコラボが実現。OG から引き継いだ思いを胸に活動を続けています。次はこちら。目玉のロゴ。ハロプロを象徴する目玉のロゴ。昔から応援しているオタクはもちろん、新規の方も一度は見たことがあるのではないでしょうか。とても愛着深いロゴでしたが、2013年、クールハローの影響で消えてしまいます。クールハローとは、ハロプロをスタイリッシュに変える大変革。面から T シャツの廃止が有名ですが、ロゴも大きく変更されました。ちなみに、以前のホームページでロゴをクリックすると、目玉がキョロキョロ動く仕様になっていました。次はこちら。ハロショーオリジナルキャラクター。2013年1月、突如、ハロショーに新しいキャラクターが登場。名前はオタクからの公募制で、店内に応募用紙と専用ボックスが置かれました。しかし、その後キャラクターの名前が発表されることはなく、七死の状態に。この子自体は現役ですが、名前募集自体が消された珍しいケースだと思います。最後はこちら。ウルトラスマオット。2012年、モーニング娘。の春ツアー、ウルトラスマートで登場した謎のキャラクター、T シャツやバンダナなどグッズを展開。秋ツアーでは派生キャラが作られましたが、突然消えてしまいます。この頃は事務所が SNS を多用し、バズらせようと頑張っていた時期、個人的にはツアーごとの謎キャラクター復活してほしいなと思っています。いかがでしょうか？皆さんの好きなハロプロのキャラクターについても、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。